審判団先頭に選手が入ってきています。シティライトスタジアムからお届けしていく岡山は中2日、水戸は中3日で迎える5連戦の4試合目。画面左から右に攻めるのがホームのファジアーノ岡山、そして右から左に攻めるのが水戸ホーリーホック。今前半がスタートしました。前半42分です。セットプレーのチャンス、低いボール、チアゴ・アウベス、セットプレーで決めました。先制ファジアーノ岡山、期待に応えました。チアゴ・アウベス今シーズン5ゴール目、9試合ぶりの得点は貴重な先制ゴール。当然高さの前で大外にいるんですよ ね、チアゴ・アウベス選手ね、はい、これもちょっとバウンドありましたんで簡単なボールではないんですけどね。ですね、はい、こうボールに合わせて足を持っていくのは難しいでしょうけども、うまく、うん、木下選手にね最後当たってリフレクションでねコースが変わって入りましたね。梅田にそして前田の姿が見えます。梅田海斗、そして前田と入ってます。奪ったハイゴン、右には川本、ハイゴン自ら持っていく、ハイゴンシュート強烈、追加点ファジアーノ岡山、起用に応えました。ハイゴン強烈な右足のシュートを突き刺しました。2対0。岡山選手からのインターセプトですよね、はい、このまま走ることで相手を引き連れてスペースを作って、ハイゴン選手は、ね、右足を振り抜きましたね、はい、強烈なシュートですね。いやー本当ですごいですね。本山のですね、はいはい、本山のインターセプト、そこから生まれた。サルコーナーが対峙していました。縦に入れた、中で受ける高岸、黒石に出す、ダイレクトで入れる、中に入ってきた、ゴールイン、飛び込んできました。1点返した水戸ホーリーホック、サイドから最後仕上げました。中で作って相手を寄せておいてサイドフリーになりましたね。ダイレクトでキーパーとディフェンスラインの間、椿選手がね、はい、飛び込んできましたね。椿直樹今シーズン2ゴール、うん、黒石のクロスも見事でした。1点返した水戸、中に入れた、ここで試合終了の笛。